続いて、その緊急事態宣言の対象地域に加えられる方向になった福岡県ですがそんな中、県は昨日開かれた県議会の委員会で対象地域への要請には慎重な姿勢を示していました。 昨日開かれた県議会の厚生労働環境委員会では委員から福岡県を緊急事態宣言の対象地域に加えるべきという趣旨の質問が相次ぎましたしかし県は感染拡大に歯止めがかからず医療体制が逼迫する恐れがある場合に検討せざるを得ないとして8日、小川知事が示した現時点では対象地域とするよう求めないとする考えを繰り返していました 一方で、県の資料によりますと11日時点で政府の分科会が緊急事態宣言レベルのステージ4と判断するための7つの指標のうち5つがステージ4の目安に達しています。